車体更新後のモボ101系、モボ102モボ103系福電気鉄道モボ101系電車は、京福電気鉄道に在籍する路面電車車両。なお、本校ではかつて在籍していた同系車のモボ111系、モボ121系、区201型についても記述する。1929年の嵐山本線史上、大宮嵐山間の全線伏線化に伴う、 輸送力増強と新京阪鉄道による桂駅嵐山駅間開業の対抗に登場した車両である。同年から1950年の間に、モボ101系6両モボ111系7両モボ121系10両、国101系3両の26両が製造された。車体更新後のモボ101系1929年に101から106の6両が、 富士長殿造船所で製造された。車体は全面非貫通型15メートル級に扉の半構成となっており、全面窓には3枚窓を採用し、運転台上に全小灯を、全面窓左上に標識灯を、右下に行き先表示サボ受けを装備している。落成当初はバンパー下にストライカーを装備、床下のロックフェンダーにつながっていた。また、 ドアと連動したホールディングステップを装備していたが、戦時中に撤去された。次長は19.6トン塗装は落成当初は単色塗りであった。モボ121系の落成後、統計式とモボ111型も、図書変更、雨どいから倉庫までがダークアイボリー、倉庫から車体下部までがダークグリーンで、2010年に 強紫単一塗装が標準塗装となるまで実に74年の長きにわたって標準塗装として受け継がれている。車内はロングシート構造で網棚と吊りか足持金具が一体となった構造が珍しかった。制御機は GE 製 PC6、主電動機は SE129 バイト2、駆動装置は吊りかけ駆動、台車は心臓時は 神戸製工所製のトラック C を使用していたが、これは、貨車用の台車のように、軸バネがないタイプで、ゴツゴツとした乗り心地であった。また、市条大宮、北の白梅町寄りにトロリーポールが設置されている。モボ1 1 1 k 1 9 3 2年に111から117の7両が、田中車両で製造された。車体、車内装備は、1 1型と同様であるが、 制御機が芝浦 RPC55 に変更され、連結運転を見越して、当初より連結機を装備している。台車は、住友 KS46 リットルを使用している。1936年から1937年に121から130の重量が、川崎車両で製造された。車体及び車内装備は、モボ1 0 1系、モボ1 1 1型と同様である。 制御機は、シワウラ RPC50、台車は、革車、ブウェイ12を使用している。なお、このブウェイ12台車は、イコライザー式であり、国内の低床系電車へ、採用例は、これが唯一である。区201系1950年に201から203の3両が、汽車会社で製造された。路面電車としては、非常に珍しい制御車である。 車体及び車内設備は、モボ1 0 1系、モボ1 1 1系、モボ1 2 1型に類似しているが搭載がある。台車は、キシャリンウッド133を使用し、当然主電動機は、創価化されていない。ただし運用の都合上トロリーポールは、装備されていた。廃車されるまで、床は決張りのままだった。1929年に、モボ1 0 1型が、 1932年,19年にモボ1 1 1型が1936年にモボ1 2 1型が1950年に9201型が運用を開始した。モボ1 0 1型については当初連結機を持たなかったが、モボ1 1 1系の入線と同時期に連結運転が開始されたことに伴い、取り付け工事が施行された。また、9201系の収益に合わせ、 牽引車として指定された、モボ百二1 2 1百1 2 1から124の種、電動機を4個に増強する改造を施行している。その後しばらくの間は、大きな改造もなく推移したが、軸バネがないために乗り心地が悪く、老朽化も進んだ台車を履いていた、モボ百一1 0 1型については1968年から1970年に、日立キロリットル15台車への交換が行われている。 同時に102.105については、外反張り替え等修繕工事が施行されたが、打者には波及せず以降の更新は、車体申請へと、方針転換されることとなる。1975年の嵐山本線、北野線のポール終電の廃止に伴い終電装置を、Z 型パンタグラフに換装し、同時に、モボ1 0 1型のみ、モボ3 0 1型と同様の車体に更新され、 面目を一新した。なおこの際、修繕工事を受けていた102.105の車体は、モボ1 1 1系117.116のものと振り返られている。さらに1982年のワンマン運転開始に伴い、全面窓右上にサイドミラーを追設した。1980年代に入ると、車体更新されなかったモボ1 1 1系。 モボ121系、ク201系の老朽化が顕著になる。その代替者についてはこれらの主要機器類を流用して製造することとなった。以降、モボ111型は、モボ501系、モボ611型に、モボ121型は、モボ501系、モボ621系、モボ21型にそれぞれ機器を流用し、ク201型は、 モボ631型に代替され、モボ111型は1984年から1993年に全社廃社、形式消滅した。モボ121型についても1984年から廃社が進み、最後まで残った124号が1996年6月20日に運用を離脱、廃社となった。 国2 0 1型は最後に残った202号が1996年4月15日で運用を離脱、廃車となっている。車体も台車も新しくなった、モボ101計6両は1990年には冷房改造も行われ、2015年7月現在、全車が在籍し、降落シーズンを除き、基本は嵐山本線市場を大宮嵐山間のみで運用されている。 2016年4月現在、101.10204.106号車が、教師色に塗り替えられたが、103号車は、旧塗装のままである。特別塗装車両2000年に、嵐山本線開業90周年を記念して、モボ101系103.105号車が、モボ301系301号車とともに、京都佐賀芸術大学の学生による、特別塗装が施され、 103号車が、ノリからなちゃん、105号車が、おこしやすくんと命名された。2011年5月10日より、右京区の象徴的存在のランを、交通安全や、防犯の PR の中心に据えて、広報を図る目的で105号車が、ランパトトレインとして、パトロールカーに似た塗装で運行している。ラッピング車両現在嵐山本線。 北野線で運転されている車両は、モボ2001型を除きすべて、器流用での申請者となっているが、モボ101型のみ、車体更新者とされており、改版が行われていない。これに伴い事長が0.4トン増加している。これにより事長が2.0トン増加した、AB 公有車、鉄道フ1996年10月号通貫426号。 P120 ランデンモボ101型が、強紫色に引く鉄道ファン raif.jp ランデンで降楽機の増結運用が始まる、鉄道ファン railf.jp ハット、鉄道ファン2013年2月号、P150 ランデンパトトレイン。ありがとうございます。